はい、じゃあ時間となりましたので始めていきます。今日のガイダンスのタイトルですね、平成29年、今年のですね、予備試験の口述試験に向けまして、直前対策というふうなところですね。で、まあ、一応タイトルとしては、まあ、直前対策ってなってますけども、1時間の無料ガイダンスですので、まあ、基本的に、まあ、やる中身としましては、まあ、口述試験というふうなものがですね、どんな試験であるのかというところと、あと、まあ、それに向けて、どういった勉強をすればいいのかというところをですね、話をしていきます。まあ、ですから、その具体的な知識のインプットとか、まあ、実際のこうシミュレーションとかですね、それはまあ今回の講義といいますか、まあ、ガイダンスの対象外ということになります。というわけで、まずですね、今日やる中身の確認がてら、ちょっとレジュメ1ページめくってください。口述試験対策のガイダンスというふうに書いてありまして、まずですね、日程の確認ですけれども、やる日時としましては10月の末ぐらいですね。まあ、試験科目とか問題の例とか、まあ、今日やる中身書いてますけども、まあ、大体ですね、よろしいですかね。1番から4番。じゃあ、まず早速ですね、形式面、まあ、日程とか、そういったところをちょっと話をしておきますと、今年はですね、10月の28と29、土日です。まあ、例年ですね、そこのところは動いてないですね。まあ、2日間にわたって。で、朝から晩までやります。で、ちなみにですね、問題は、これ全員共通問題ですので、初日と2日目ですね、全員共通している問題を使いますので、携帯とかスマートフォンですね、ちょっとまあ中身話をしておきましょうか。流れですね、まず受験会場に朝一で行きますよね。浦安の方にありますけども、ちなみにどうでもいいんですけども、この浦安行くときですね、どうか頑張ってもですね、土日なんで、ディズニーランドに行く京葉線とか使うんですよ。で、そうするとですね、土日の朝なんで、あれですね、カップルでディズニーランドに、しかもですね、ペアルックで行くとなんか割引になるみたいなですね、なんかそんなんで定期的にやってますよね。なので、だいたいですね、この日の朝の電車は、京葉線はですね、こうペアルック着てすごいめっちゃテンション上がってるこのカップルと、それとですね、スーツ着てもう死にそうな顔で六歩を見てる司法試験受験生、予備試験受験生、どっちかしかいないんですよ。だってあの辺に朝から行く人って、まあその2つしかいませんからね。っていう風な電車がものすごい異様な風景になります。で、私もですね、京葉線乗ってて朝ですね、まあ、当然こう遅刻したらやばいんで、もう試験時間のですね、それこそ集合時間の30分前ぐらいになんとか着くようにですね、調整していくんですけども、まあこっちは苦労してんのにですね、結構遊んでるって言いますかね、幸せそうな人がいっぱいいるんで、だいぶこうなんかモチベが揺らいだりしますけども、っていうふうにも朝一行きまして、で、まあそこから、まあちょっとまあ注意しておきますと、浦安のこの総合センターって結構駅から遠いんですよ。結構歩くんですよね。まあ、なので、まあ大体まあタクシー使うか、まあバス、ただまあバスもですね、タクシーとかもなんだかんだこう捕まんなかったりもしますんで、私はですね、行きはもう歩いて、で帰りはですね、まあこう歩きながら、まあ途中でタクシー捕まえられれば捕まえるみたいな、まあそんなふうな感じでした。あとはあれですね、結構遠いところあるんで、電車を気にしてですね、遅延とか止まったりしてもこれ自己責任なんで、それに備えて、まあ近くのホテルを借りるとかいうふうな人もいましたね。まあ、せっかくなんでね、最後の最後で変な失敗しても困りますんで、まあ、ホテル取るのが一番いいかと思います。あと、まあ試験科目ですけれども、2番ですね、試験科目としましては、まあ、ここに書いてある通り、法的な推論、分析、構成に基づいて弁論する能力を有するかどうかの判定に異を持ち、法律実務基礎科目、まあ民事と刑事ありますけども、これについて行われると。で、大まかなイメージとしましては、あれです、
持ち時間ゼロの論文試験だと思ってください。持ち時間ゼロの論文試験。意外とですね、突っ込んだことを聞かれます。で、具体的に、今日ですね、口で喋っても多分分かりにくいでしょうから、実際の問題の例ですね、これをちょっとレジュメの方に載っけておきました。で、それが3番ですね、実際のこの平成26年の過去問ですけれども。で、実際に問題見て、実際試験って何でもそうですよね。実際の過去に出された問題をちゃんとまず見て、で、こういうふうな問題が出ましたと。ってことは、我々としてはこういうふうな対策をすればいいんだっていうふうな、そんなふうな発想で対策って行うじゃないですか。なので、口述試験もその例に漏れずですね、まず過去問から見て、そこから4番、具体的な対策方法を練るというふうにした方が一番いいわけですね。というわけで、今日はですね、もう60分しかありませんので、できる限りですね、せっかく皆さんこの休みの日に来てもらってるんで、可能な限り、実践的なと言いますかね、役に立つようなことをちょっと話をしていきたいので、早速もう前置きを終わらせて、中身入っていきましょう。今話をした通りですね、実務科目としまして、刑事、それと民事、この2つが問われます。で、刑事と民事、具体的にどんなものを聞かれるかって言いますと、まず当然ですね、民訴、刑訴、これがメインですよね。で、当然その民訴、刑訴の中でも、手続き関係、それと、刑訴、民訴の実務で問題になるような論点。ちょっともうこれ抽象的ですけれども、例えばですよ、今ここに刑事って映ってますが、刑事で実務で論点になりそうって何かって言いますと、例えばですね、捜索差し押さえ令状を持って行ったけども、どの範囲まで差し押さえができるのかとか、これ実務なんかでもしょっちゅう問題になりますし、あとその、逮捕する時の手続きとかですね、そういうふうなもんです。実際の、それこそですね、学問的な論点、そこはもうまず出ないですね。本当にも実務です。それに加えて、まずちょっと刑事のところ話をしておきますと、刑法の実態法の論点、これは必ず出てます。刑法の実態法上の論点。で、特にその時々の有名判例といいますか、ありますね、トレンド。例えば平成26年、この過去問でしたら、これ詐欺だったんですけども、詐欺はですね、これ出る出るってずっと言われてたんですよ。で、ところがですね、実際の、論文式試験ではですね、これ詐欺とかあまり出なかったと。それがですね、口述試験に出ると。というわけで、基本、これ出るっていうふうなもので、いくつか予備校の取材予想とかありますよね。あの辺で大事な、重要判例だって言われてるところをまずしっかり押さえておけば、実態法上は特に問題はないです。大体ですね、いいですかね。じゃあ、あとちょっと今総論話をしましたんで、あとは、その実際過去問見ながらどんな問題出たのか、それに加えて、じゃあこんなふうなことしましょうねというところをちょっと話をしておきましょうか。で、ちなみにですね、平成26年の過去問ですけども、平成29年じゃないですか、今。だったら去年の、28年の問題使えよって話になるかもしれませんけども、正直ですね、2年連続で似たような問題が出るっていうのは、普通ちょっと考えにくいですよね。大体3、4年周期ぐらいです、試験ってものは。あとですね、この26年の問題を使ったっていうのはですね、これなぜかって言いますと、これ私の再現なんですよ。というわけで、私のですね、過去のトラウマをですね、引き合いに出しながら、こんなふうなことやりましたよと。で、さらにですね、なんでこれ使ったかって言いますと、これ私が体験した話じゃないですか。で、私の記憶をここに起こしてるんで、記憶の正確性っていうのはもうこれだいぶ担保されてるわけですよね。
誰か他の人が受けたものをですね、ここに書いて、こんな風だったよねって言ってもですね、それ説得力ないわけですよ。で、さらに、これに対して、あなたは何点でしたっていうのが来てるわけじゃないですか。というわけで、大体こういうものを答えれば、この問題に対してこれぐらいのクオリティ出せば、受かるし、あと何点で受かりますってのが分かるんですよ。というわけで、一番なんか情報量としてでかいわけですよね。というわけで、ちょっとこれ紹介してます。というわけで、まあ見ていきましょうか。まずですね、朝一で集められて、で、そこで、まあ、ランダムといいますかね、でかい教室がありまして、ちょっとまあ書いておきましょうか。建物に入っていきますね。そしたらまあブルーシートみたいな、まあ、汚れないものをはい、こうわーっとこう敷いてあって、で、そこでは体育館に集められます。で、まあこれがまあ2階なんですけども、まあどうでもいいんですけどね、ちょっと雑に書きますので、メモは結構です。で、ここにまあ入り口があってですね、で、列がこうできてるんですよ。で、ここに椅子が全部わーっと置いてあります。で、椅子が置いてあって、で、この前の人からですね、前の人から、順に呼ばれていって、で、彼らがどん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 こう試験の方で、まあ、面接を受けますよね、まあ、口述試験を受けますね。で、口述試験を受けましたら、またこの別室の控室がありまして、またそこでずっと待機させられます、夕方まで。これ帰れないです。で、帰っちゃうと、なんでかっていうと、帰っちゃうとですね、携帯とかで、カンニングとかできちゃうんで。彼らがここに問題を教えるってできちゃうじゃないですか。まあ、なので、もうそもそも入り口のところで携帯没収ですし、で、みんなこう一斉にこう返されるまでは携帯ずっと返してもらえないと、封筒に入れっぱなしです。で、もし携帯持ってるのがバレちゃうと、その瞬間もうカンニング扱いで、もう帰れって話になります。はい、じゃあそんなこんなでですね、まあ、呼ばれて、で、行きますね。そしたら、主査1人、副査1人です。主査1人、副査1人で、主査がずっと質問して、で、副査が、丸とか×とかですね、横で採点します。これ相当緊張します。で、大体ですね、口述試験ってもう9割以上、9割5分ぐらいですかね、受かる試験なんですけども、大体ですね、論文に通る、予備試験の論文に通るぐらいの知識があればですね、冷静に考えれば、普通に考えれば答えられるんですよ。全員ですね、100人いれば100人とも。だけども、緊張状態で、しかも持ち時間ゼロで即答しろって言われたら、やっぱりですね、アップアップするんですよね。なので、基本はもう緊張解消というのが一番いい対策です。もちろん知識も入れますけどね。まあ、というわけで、これから先の対策ですけども、まず必ずですね、まあ、レックでもやってますけども、必ずその口述模試ですね、これ絶対必須です。もう何があろうとです。口述模試、これだけは絶対受けなダメですね。で、もしですね、これ毎年数に限りあるんですよ。それこそどの予備校もですね、すぐ埋まっちゃいます。合格論文試験の合格発表の、まあそれがまあ夕方ぐらいありますけども、夕方って次の日の朝になったらもう全部どの枠も埋まってますね。なので、受かったと思ったらもうその瞬間ですね、もういろんな予備校に電話かけてすぐ予約すると、口述模試の。で、万が一ですね、口述模試とかも枠がいっぱい取れなかったとか、あるいは口述模試受けたけどもまだ不安だって人はですね、友達同士でなんかこうシミュレーションとか、お互いこう問題出し合うとかやった方がいいです。それぐらい離れっていうのが一番大事ですね。じゃあ、実際のですね、問題見ていきましょうか。まず刑事ですけども、1日目が刑事で2日目が民事の人もいれば、1日目が民事で2日目が刑事の人もいます。私は1日目が刑事でした。
まあ、1日目の朝行きますね。で、まあ、面接の、まあ、ちっちゃい控え室に入りますと、まあ、こんなふうな質問がまずなされますと。まずですね、どの年度を見ましても、まず刑事系は実態法のところからスタートするのが全部ですね。今のところはまあ例外がないんです。実態法からスタート。じゃあ、見ていきましょうか。まあ、ちょっと余裕がある人はですね、答えとか隠しながらちょっと聞いていきましょうか。まず質問のところですね。で、しかもこれあれなんですよね。メモ取れないんですよ。メモ取れずに口頭だけで言われるんで、本当も集中して聞いとかないと、人物関係をちょっと取り違えるとですね、とんでもないことになりますからね。はい、見ていきましょう。A は X から印鑑と通帳を預かるとともに、銀行から預金引き出す権限も与えられましたと。ところが A は自ら飛翔する目的で銀行からお金を引き出しましたと。A に何か犯罪は成立をしますか。毎年こんなふうな問題ですね。で、聞き方はこうです。全部こうです。何か犯罪は成立をしますか。で、それに対する答えなんで、当然これは、はい、あるいはいいえ。どっちかですね。で、基本的に「はい」か「いいえ」で答えられる質問は「はい」か「いいえ」で答える。で、じゃあそれ次の質問として、2番目ですね。じゃあそれ何罪ですかと聞かれて初めて「はい、横領罪です」と。やっちゃいけないのは喋りすぎです。例えば今回のこの例で、悪い例を言っときますと、例えばですね、銀行からお金を出しました。 A に何か犯罪成立しますかと。これに対して、そうですねと。 A は本人から預金を引き出す権限が与えられて印鑑の通帳を預かってるってことは、それはこの銀行預金に対する法律上の占有が与えられていて、で、その法律の占有ってものはそもそも何かというと、横領罪は自分が占有しているものをですね、預かっているものを欲しいままにもう使っちゃうと、委託の趣旨に背いて、なので法律の占有もこの横領罪の占有に含まれてとかですね、なんかこんこんと話をして、というわけで横領罪成立しますっていうふうに言っちゃうとですね、もう多分その頃はですね、主査がなんかもう嫌な顔してるか、あるいはもうなんか副作がバツでかいバツつけてるか、まあ、どっちかですね。本当にもう聞かれたことに端的に答えるだけです。で、答えられずに「うーん」とかまごまごしてると、これ素晴らしいことにですね、助け舟出してくれます。例えばですね、今回の横領罪、例えばまあ今回は「はい」とか「横領罪」とか普通に言ってますけども、まあ例えばですよ、さすがこのレベルでまあ答えられない人いないと思いますけども、これでまあ答えられないとしたらですね、じゃあ横領罪の構成要件何とかですね、まあ本人がこう自分にこう権限くれて、その権限超えちゃってとかですね、なんか占有があってとか、なんかいろいろこう言わせて、じゃあ今回どうなのとか、とにかくなんか誘導してくれます。というわけで、喋りすぎるくらいだったら、あまり喋んない方がいいです。だって喋んなければですね、それどういうこととか、もうちょっと具体的にとか、なんか説明、ここの頃説明詳しくとか釈明してくれるわけじゃないですか。なので基本はですね、一問一答になるように、で、自分が思っているちょっとまあ少なめに喋ると。で、次ですね、じゃあそれ何罪ですかって言ったら横領罪と。で、ここから話が膨らむこともあれば、今回のこの問題みたいにこれで終わることもあります。で、次ですね。まあ、はい、分かりましたと。じゃあ次。このまた事例が変わって、B が X の自宅から通帳と印鑑を盗み、で、それを使って銀行の窓口に行って預金引き出したと。この盗んだ銀行、あ、盗んだ預金通帳で銀行の窓口に行って預金引き出す。この時何か犯罪成立しますかと聞かれるんで、この時もはいと。で、次のステップで、じゃあ何罪ですかと言われたら、はい、詐欺罪ですと。まあ、そうなりますね。
ちなみにちょっと聞いておきましょうか、せっかくなんで。ATM に行って暗証番号を押して盗んだキャッシュカードを使ってですね。で、預金100万とか引き出したら何罪になります？これ窃盗ですね。というわけで、まあ、たまにそういうふうなですね、比較が出たりします。で、予備試験の口述、ものすごく多いタイプが、まずこれを言わせて、まあ、今回 A さんですね、 A さん言わせて、 B さん言わせて、同じ銀行からの預金引き出しなのに、なんで横領罪と詐欺罪で違うの？とかですね。なんかそんなふうな聞き方って結構多いですね。で、実際これです。そうすると、同じ預金の引き出しなのに、さっきの A は横領罪、B には詐欺罪、なんかおかしくない？と。まあ、そんなふうな話ですね。で、意外とこういう比較の、観点多いです。後の方にも出てきます。で、それに対して、まあ、一般的な答えですね。いや、矛盾しませんと。ここもちゃんとまずは、結論前倒し。結論言って理由。これ鉄則です。で、なんでかって言いますと、結論言って、で、そして、理由言って、で、もし理由がいらないんだったら、そしたらもう副作とか主作の方が、まあ、理由は後で聞くからいいよとか、それも止めてくれたりとかですね。まあ、そんなんで、主査が思い描いたような形で口述試験進みますんで。でですね、今、まあ、主査の言う通りに答えるとか、あと誘導に乗っかるとか、まあ、いろいろ言ってますけども、なんでそれが大事かって言いますとね、予備試験の口述試験って、試験科目って言いますか、まあ、聞く項目って決まってるんです、全部。要するに、例えばこの26年でしたら、まずこれ聞いて、次にこれ聞いて、で、その次にこれ聞いてとか、聞く順番もそうですし、聞く項目も全部決まってるわけですよね。で、それに対して一個一個、じゃあこれに答えられたら何点、これに答えられたら何点というふうに配点もあるんですよ。で、その時にですね、余計なことをバーッと喋って、で、喋るってことは、この時間決まってますんでね、25分とか30分ぐらい。で、時間決まっていて、余計なことを喋っちゃうと、点数にならないことをずっと喋ってるわけじゃないですか。で、そうすると、最後の方の質問ができなくなっちゃうんですよ。そこ0点ですよね、だって。なので、喋りすぎると、その分ですね、自分の首絞めますんで、必ずですね、端的に、で、サクサク進めると、話を。で、そうじゃないと最後の問題答えられる、つまり、最後の問題がですね、質問すらされず、0点ということになりますんで。もったいないです。じゃあ、次ですね。まあ、A に専用レクターも B にはそれがないと。で、次の質問。ここで、ちょっとツッコミが入ってきますね。なので、今回のこの口述試験には、ここはちょっとまあ、大きめの論点といいますか。でもと、A も B も通帳と印鑑持ってるんだよねと。で、それに対して、まあ、端的に、はいと。ただ、A には法律上の占有があるけども、まあ、B は単に通帳を盗んでるものと。占有がないと。というわけで、B には詐欺罪が成立。で、じゃあ、法律上の占有って一体何なのと。もっと詳しく説明してと。こんなふうにですね、詳しく説明してって言われたら詳しく説明する。言われなければそのまま黙ってると。で、まあ、これちゃんと説明してます。はいと。そもそも横領罪は、委託の趣旨に背いて、権限がなければできない行為をすること。なので、それが可能な状態。引き出し権限などがあれば、占有があることになると。というわけで、まあ、なるほど、権限が生むねと。で、ちなみにですね、私は、ここが、一番右の列がですね、内心の動き。要するに、まあ、私がですね、その時の思ったことです。開始してから、まあ、ここまでで、まあ、2分ぐらい、2、3分でしたけども、ここまではですね、もうぬるいと思ってましたね、完全に。最初の、じゃあ始めますとかですね、この辺ぐらいめっちゃ緊張してましたけども、2つ、3つぐらい答えられるとですね、ああ、もういいなと思って、まあ、だいぶちょっとリラックスするんですよ。まあ、それで、まあ、ここでも余裕かもねって思っていたらですね、だんだん組み分け怪しくなるんですよね。権限の有無で、じゃあ事例変えますと。C は、今度また新しい人ですね。C は誤って、事故の口座に振り込まれた寄与金を誤りだと分かった上で、銀行の窓口で、自分の口座から引き出したと。
市に何罪成立しますかと。まあ、当然これもですね、答えとしては、はい、詐欺罪ですということになります。まあ、当然自分のもんじゃないものをですね、引き出すわけですからね。当然これは詐欺と。まあ、当然あれご存知の通り、銀行側がですね、真実を知ったならば、当然その預金の払い戻しに応ずることなんかないわけですから、そこをまあ欺いて、で、財産をですね、得ると。で、なるほどと。で、こっからですね、ところでと、民法の判例で誤振り込みの場合でも預金名義人と銀行の間に預金債権が損することになるのは知ってるかと。これありますね。また同じく有名な判例が。ここで私は「はい」って言ってますね、思いっきり自信たっぷりに。で、自信たっぷりに「はい」って言ってるけども、ああ確かそんなふうな判例あったかもねぐらいの感じです。でもとりあえずですね、主査がこういうふうになってたよねって言われたら、もう答えとしては「はい」しかないですよね。っていうふうに、もうとにかくもう主査が絶対なんで、なんか不可疑問文、こういうふうになってたよねって言われたら「はい」と自信持って答えたらいいです。で、そうするとここですね。じゃあそうすると、詐欺罪が成立するとなると専用はどっちにあるのと。まあ、当然これさっきのですね、民法の場合に乗っかると、預金名義人と銀行の間にですね、誤振り込みだろうが何だろうが預金債権が損すると。その民法の判例を前提にすると、占有ですね、銀行、本当かよって話になりますよね。預金債権が損するってことになっちゃうとですね、これなんか逆に、なんかこう占有と言いますかね、それ真の預金名義にあるんじゃないのかとかですね、なんかこういろんなことを考えることできるじゃないですか。というわけで、これなんか大丈夫かって話になりますね。で、まずいと。で、この時ですね、何考えているかって言いますと、今から二項詐欺とか言ってですね、逃げれんじゃんって思ったんですけども、したらこれですね、なんとかこうどうしようと思うんですけども、で、ここでもう撤回したけど、そういう空気じゃないわけですよね。で、やっぱり口述試験でこれ怖いんですよ。論文だったらですよ、なんかもう5分ぐらいゆっくり考えて、で、答案構想もやって、で、答案構想やった後で、あ、なんかやっぱり違うかもって、まあ、書き直すとかですね、無限にできるじゃないですか、70分の間で。だけども、もう言っちゃったもんはしょうがないと。まあ、これがもう持ち時間ゼロのですね、論文試験といいますかね、それの由来、ゆえんといいますか、本当怖いんですよね。で、ただですね、これ詐欺罪成立するっていうふうなことをまあご了承しようとするとですね、やっぱりこう占有は銀行になると話にならないんで、というわけでこういう話になりますよね。民法上は、預金債権は預金名義人に帰属してるんだけども、刑法的な評価としては銀行に占有があると。もうこれしか言いようがないと。で、もうこっち自信ないんで、もうあともうちょっと詳しく説明しろって言われても困るわけですよね。銀行は真実を知れば組み戻しなどの手続きで、誤振り込み状態解消すると。その意味では未だ占有は銀行のもとにあるんじゃないのかと。なんか言ってる意味分かってるって分かってないですね、だいぶ。組み戻ししようと思うから占有あるんだっていう言い分が通じるのかって話じゃないですか。まあ、ですけども、一応ここですね、この年ほとんどの人がですね、これ答えられてないです。というか、これもう答えがないんですよ、実際問題。いまだにですね、学者の間で説分かれてますんで。なので、どういう構成で、この時詐欺罪認められんのとか、民法上はだってこれもう預金名義人に、だってもう債権あるんだよねって言い始めちゃうと、めちゃめちゃ矛盾するんですよ。で、そういうふうに、答えがもう学説上も割れていて、で、普通も受験生答えられないよねってところを、ポーンと出してきて、で、そこでですね、反応を見るといいますか、こうなんかこうわざとなんかこうアップアップさせるといいますかね、そういう問題は絶対一問混じります。というわけで、答えられなくても、これはそういうふうな問題だったんだっていうふうにして、
とりあえず一応の結論が出しといて、で、それで次に行くと。もうそこですね。ここまでがまず実態法です。で、意外と実態法はですね、まあ、例年、そんなに深くは突っ込まれないです。大体まあこれぐらいですね。で、メインは、やはり係争の手続きになります。じゃあ、例えば次ですね、組み戻しねというところで、まあ、この辺でいいかなと。じゃあ次に行きましょうって話です。ここから係争。事例が B に戻りまして、ここですね。さっきの B に対して、司法警察員が捜索差し押さえ状の発布を受けて、で、令状対象物、本件に関する証拠、その他印鑑、預金通帳、キャッシュカードの記載があったと。で、この令状を持って B 宅に行ったら、B は他にも同じようなことをやっていたみたいで、他人名義の通帳とか印鑑がたくさん出てきましたと。これ差し押さえることはできますかと。で、ちなみにですね、ここでさっきの B の話っていうのは口頭で聞いてるだけですよね。口で聞いてるだけです。で、それをですね、突然ですよ、もうなんか話が進んだ後に、じゃあさっきの B なんだけどっていきなり話が戻るわけですよね。というわけで、 B って誰だっけみたいなですね、 B の事案って何だっけとか、絶対そういうふうなことになります。で、まあやっぱり緊張状態といいますかね、もう一生懸命こう聞いて一生懸命覚えてる状態なんで、一応ですね、まあ、この時の私は覚えられてはいましたけども、もし自信がない場合であれば、これ B ってどんな事案でしたっけとかですね、質問しても全然問題はないです。逆にですね、なんかこう B の事案が分かってないのに、なんか変に答えちゃうとですね、変な方に行っちゃいますんで、話がですね、なんか分かってねえのかと思われますんで、そういうふうに減点されるぐらいでしたら、B の事案もう一度お願いしますみたいな。はい、じゃあ見ていきます。まあ、一応、まあ、今回は講義なんでちょっと確認しておきますけども、 B ですね、 X の自宅から、通帳印鑑を盗み出しましたと。そんなふうな事案です。で、 X の自宅から通帳とハンコを盗んだっていうのが本件ですね。ってことは、本件に関する、なんか証拠、印鑑、通帳といった場合、これ当然何のものになるかって言いますと、 X の通帳とか X の印鑑とか、そんなんですよね。X の家から盗んでるんで、X の通帳とかが本件に関する証拠とかってことになります。というわけで、ここですね、他人名義の通帳とか印鑑、これが出てきたとしましても、これ当然本件とも関係ないわけですよね。なので、ここ、差し押さえることできますかと言われても、それは当然できませんということになります。で、意外とここでですね、他でなんか一緒に受けた友達とか聞いてみると、意外とできるって答えした人ですね、意外と多かったですね、ここ。こういうところ結構見られると言いますか、こういうですね、何気ない手続きのところで、ミスる人意外と多いです。で、まあ一応なぜですかと。理由で、まあ、令状にそもそも記載されてませんと。要するに、まあ同じですね、通帳と印鑑だけども、本件の関係がないでしょうと。X の印鑑とか通帳とか話は別ですけども。で、次ですね、そもそも論聞かれることもたまにあります。なんか20何年でしたっけ、なんかちょっと年度まで忘れましたけども、意外とこういうそもそも論きますね。なんで令状に記載がないものは差し押さえられないのと。で、私の当時の内心としては一番右側ですね。なんでって言われても当たり前でしょとしかもう思ってないわけです、こっちとしては。意外とそういうふうにですね、もう当たり前だと思っていることをですね、なんでそれが当たり前なのかっていうのを聞かれたりとか。
だから多分あれですよね。民事の方で、まあ、ちょっと今日時間があればまた見ますけども、民事の方で例えば弁論主義とかあるじゃないですか。一番基本原則。で、なんか普通の問題っていうのは、まあ、当事者がそれ主張してないんで、判決の起訴できないでしょっていうところで、まあ、例えばなんか答えが成立したりしますけども、じゃあなんでって話をされるとですね、一瞬ちょっと答えに詰まったりすると結構いますよね。なんで、その弁論主義の第一テーゼっていうのが必要なのとかですね、聞かれると、みたいな、普段そんな書かないじゃないですか、そもそも論文に。意外とそういうのあります。まあ、この時はこれですね。はいと。捜査員が恣意的に差し押さえすることで、過剰に被疑者の所有権に害するから、まあ、財産権でも所有権でも何でもいいんですけどね。まあ、被疑者の権利を害すると。まあ、だから、例上に記載がないものは差し押さえられないと。あと、ここからですね。ここもですね、やっぱり実務なんで、例えば我々って、なんかこう、ここまではやるじゃないですか、例えばここまで。通帳とか、なんか犯罪によって得られたんじゃないかって思慮するもの、これについては、令状の記載外と、令状は使えないと。であれば、任意提出を求める。あるいはですね、なんかこう、明らかな禁制物、まあ、例えば麻薬とか覚醒剤とかでしたら、その場で、もう所持ってところで緊急逮捕、まあ、現行犯逮捕して、でそれで逮捕を伴う捜索差し押さえとかですね、まあ、いろんな、まあ、典型論ってありますけども、例えば今回の場合、任意提出を求めると。ちなみにここで、さっきのこう覚醒剤みたいなですね、逮捕に伴う捜索差し押さえ、これどうですかね、できます？じゃあ、真ん中の列の一番前の方、せっかくなんで、どうです？どうです？じゃあ後ろの方。できます？なんでです？他人名義の通帳とか印鑑たくさん出てきて、お前なんで他人名義の通帳とかハンコ持ってんの？逮捕ですか？罪名を告げて、はい。覚醒剤取締法違反。あ、違います。この事案です。B の事案です。これできないですよね。他人名義の、通帳とか印鑑持ってる。そのこと、それ自体はこれ犯罪じゃないので。もちろんですよ。なんか絶対こいつやらかしてんなってのは、それはもうものすごく強く推論されますけども、他人名義の通帳ですね、持ってること、それ自体は犯罪じゃないわけですよ。だって友達からなんか預かってるだけかもしれないじゃないですか。ちょっとなんか海外旅行行くけども、実は俺んちはもうなんかものすごいボロ屋で、なんかこう鍵かけてても、なんか頑張ってうってこう扉開けば、なんか扉がバーンと開いちゃうと。というわけでもうなんか銀行預金がもう心配でしょうがないと。というわけでこれ通帳預かっておいてとかですね。というわけで、まあ、この場合はですね、まあ、普通にこう現行犯逮捕して、逮捕を伴う捜査か差し押さえとかできないので、ここ、もう任意提出、なんかうさんくさいからお前なんか出せと。もうそれしかないですよね。したらどうなるかって言いますと、教科書だったらもうこれで終わりなんですよ。ケースの教科書でもうこれしか書いてないじゃないですか。でも、じゃあ現場でですね、現場で任意提出断られたらどうするのって話になるわけです。こういうところが口述試験の嫌なところなんですよね。本当も実務に突っ込んでますんで。てか普通常識で考えて断るじゃないですか、そんなの。その場合どうするかって言いますと、そしたらまたですね、他人名義の通帳とかを多数保管してるっていうのはやっぱりどう考えてもうさんくさいんで、というわけで、それでまあ嫌疑高まりますから、だからここですね、再度令状を取り直して、まあ、それでもう一回差し押さえをすると。あとはもう一個ですね、まあ割とよく使う手口としましては、ここです。B が他にもこんなふうな窃盗をしてるんじゃないか。
ていうことを説明する資料として関連性を認める。つまりここですね、主査がこれ助け舟出してくれてますね、上場に使う資料だねと。というわけで、まあはいそうですと。でちなみにここですね、だいぶこれ聞かれた時にこれちょっと自信なかったんですよね、まあ、説明苦しいと。だけどももう主査の方がですね、あじゃあこういうことでいいよねって言われたんで、まあはいそうですと。でここ、本当は知らないけどもとりあえずはいと言うと。たまにですね、主査がこんな風に助け舟出してくれてるのに違いますとかですね、言う人結構います。でそれ最悪です。要するに主査としてはじゃあもうこれで君の答えにはもう丸点数上げるよと答えられたってことでと。でせっかくですねもうそれで100点満点の答えじゃなくてもいいわけですよ。とりあえずまあ80点ぐらいの答えが来たんで、まあもうこれはもう丸ってことでいいかっていうことで、じゃあもうこれ丸ねと言ってくれてんのにいいえって言っちゃうとですね点数下がっちゃうわけですよ。というわけで、主査がああなるほどねこういうことだねって言ったらもうその場の空気あるじゃないですか。というわけでもうそこははいと。で次の質問に進みます。でこんなふうにですね、まあどんどん進んでいくんですけども、ちょっとまあ時間の関係もありますんで、ちょっとまあ少しかいつまみながら言っていきましょうか。ですね、よくあるやらかしとしましては、まあやらかしなわけではないですけど、この辺、じゃあ今度はと、部屋の中にいる B とは別人の F がやってきて、で置いてある書類、これ自分のもんだというふうに言って着衣の中に入れたと。これも典型論点ですね。で、この人の着衣の中を捜索することはできますかと。で当然これ、物に対する捜索差し押さえとして、じゃあ人の着衣ですね、捜索できるのっていうのに対して、原則できないと。で理由、刑訴は人と物を明確に区別しているんで令状に記載があるものには及ぶけども人に対して及ばないのは原則と。でじゃあ例外はと、物に及んでるのは確かなんでそのものを隠匿したところを目撃したとか、その高度の蓋然性があれば令状の効果として身体の捜索もできると。で最後当てはめ、じゃあ本件ではと、捜査員が F による隠蔽を目撃しているので令状の効果としてできると。まあ一応結果としてはですね、ちゃんと原則例外ってところで規範が立って、じゃあ本件どうで本件当てはめ、規範のところで原則例外で今回はその例外に該当するので、きれいに当てはまると。まあそんなふうなですね、だいぶ自然な流れに結果としてはなってますけども、心の中ではこれですよね。及ばないのは原則ですと、原則だと余計なこと言っちゃったと。そうするとですね、じゃあ例外はってきますよね普通に。というわけで意外と多いのがですね、こうなんでしょうね、自分のこう身を守ると言いますか、ちょっとこう予防線張るために、まあ原則こうですと言ったらですね、逆にその予防線張ったつもりがですね、じゃあ例外言ってみろみたいなですね、そういった無駄なツッコミを招くっていうことは結構ありますね。まあ、なのであんまりですね、こう下手に予防線張るよりかは、もうこうですと言い切っちゃって、でもそれ例外ないのとかですね聞かれたら、まあそれ答えると。下手になんか自分からですね、こうなんか相手の質問を誘導するような、そういうことは避けた方がまあ無難です。で、あとたまにですね、謎のことがありますね。例えばここです。今レジュメ指さしてますけども、右の方のページの上。例えばですね、ここ金庫のやつ。例えばですね、なんかこう捜索差し押さえ対象物として、まあ金庫があって、で鍵かかって開けれない場合どうするのと。この時ですね、必要な処分として、まあ、解除することができると、まあ、こういうの結構、結構ありますよね。でそれに対してこれ結構多いです。ちょっと、
何錠と聞かれるケースで、口述試験の時はですね、机がありまして、でそこに6本置いてありますんで、そこはまあ参照できます。ただし6本参照するときは一言断りが必要です。6本参照してよろしいですかと。というわけで私もこれ答えてますね。確か111条だったと思うんですけども、6本見てもいいですかと。で、そしたらですね、なぜか示唆が不機嫌になるんですよね。いや、111条あたりっていうか、111条だからもう見なくていいよみたいな。というわけで、まあ、こっちとしてはですね、当たったらなんか褒めてほしいんですけども、たまになんかですね、こういうやり取りがあったりもします。まあ、大体いいですかね。で、あとですね、まあ、実態法があって、あとそのケースの手続きですね、これがありまして、で最後に、これきます、放送倫理。で、ここまで来たら、もう全部の問題が終わったなという感じですね。この3つです。実体法の典型論点と、それとですね、手続きと最後の放送倫理と。で、放送倫理はもうあれですね、そんなに難しいことはないです。まあ、例えば、弁護人から見ると、どう考えてもこの人犯罪やらかしてるのに、もう意地でも無罪立証したいとかですね、そういう時どうするのとか、あと逆もありますよね。どっからどう見ても無罪で、まあ、例えばヤクザの身代わりで、なんかこうヤクザの上の方が犯罪やらかして、で下の方のチンピラが身代わりできてると、どう考えても、この時に、どういうふうに対応すればいいのとかですね、まあ、いわゆるそういった放送倫理、これがですね、聞かれます。まあ、だいたいよろしいですかね。まあ、ちょくちょくですね、ポロポロミスってますけども、まあ、だいたいこれぐらいできてればですね、OK です。で、ちなみにですね、ちょっと書いておきましょうか。予備の口述ですね、点数がありまして、1科目あたりまだ60点。これが、普通と言いますかね、可もなく不可もなく、これが普通です。で、この人よくできたとなったら、61で、ものすごいねとなったら、62以上がつきます。で、62以上がつくってことはまずないです。で、逆ですね、59が悪いと。で、58以下は、ものすごく悪いと。で、ちなみに、1科目ですね、悪い取っても、1科目普通だったら受かります。159点受かります。で、ちなみにこれは合計点数しか教えてくれないです。まあ、今年から変わるかもしれませんけどね。というわけで、まあ、あとこれからちょっと民事の方を見ていきますけども、私がですね、受けた時の成績評価が121点だったんですよね。なので1科目普通で1科目量だったわけです。ただし、まあ、ちょっと見てもらうと分かりますけども、私結構民事の方で、結構でかい失敗してるんですよね、緊張のあまり。というわけで、民事の方で大失敗してるので、どう考えても民事の方で61ついてるわけないんですよ。後から客観的に見直しをしてもですね。なので、今の刑事で大体61です。で、民事も、結構失敗してますけども、途中何やってるかって言いますと、頭の中でですね、人物関係取り違えちゃったりしてるんですよね。というわけで、緊張のあまりそれやらかしても、なんとか普通に答えられれば60点きます。というわけで、相当ですね、でかいミスをやらかさない限りは、まあ、口述試験を受かりますんで。で、あとですね、試験の、まあ、採点なんですけれども、まず、質問がありますよね。まあ、普通に質問がありまして、で、それに対して、誘導なしですね、誘導なしで、もう普通にも即答と。誘導なしで即答。
まあ、これがまあ二重丸ですよね。で、誘導されて、で初めて答えられたと、まあ、これがまあ丸と。で、結局なんだかんだまあ答えられなかったと、まあ、これがですね、まあ、三角といいますか点数にならないと、まあ、大体3段階です。まあ、というわけで、まあ、ちょっとこれも目安ですけども、大体ですね、まあ、誘導に乗っかりながらも、まあ、なんとかこう突っかかり引っかかり答えられるぐらいで60点だと思ってください。だいたい、ま、私が受けた感覚的にも周りの受験生の話聞いてたも、まあ、大体こんぐらいですね。あとちなみにですね、まあ、ちょっともう残り時間があれなんで、民事の方に移っておきますけども、民事はですね、こんな感じです。7ページ机の上にカードがまず2枚置いてありまして、でそのカードですね、ここにまあ人物関係とか書いてますんで、これを見ながら、事案に答えていくと。でこれも同じくですね、実体法知識、それとあとは民訴は特に訴訟物が何かっていうところと、それとですね、その訴訟物、これを基礎づける理由付けが何なのかとか、例えばこれですね、ちょっとまあ事案見ときましょうか。事案説明、A が B に修理のため預けておいた壺を B が勝手に C に売ってしまったと。で現在 C が占有している。受験生ですね、これは A の代理人、 C に対してどういうふうな訴訟を提起しますかと。でこれですね、まあ、主査の誘導もちょっとあれなんですけども、まあ、とりあえず私はこれ当然ですね、C が壺を勝手に占有しちゃってるん でここ A としてはですね、 C に対して、まあ、壺返せと言いたいわけです。でただし A と C の間には何らですね契約関係ありませんので、ここ契約関係ないので所有権に基づく引き渡し請求を行いますと、まあこういうふうな答えになります。まあ ここはもう即答できてますんで、まあ普通にまあ点数きますよね。で主査が、それだけですかと、他に何か請求できるものないと。もうこの時点でもうなんか誘導下手じゃないですか。だから言おうと思えばですよ、なんかこうじゃあ金起こせとかですね、なんか何でもかんでも言えるんで、もうなんか取っかかれないとですね、これ答えようがないと。で今回まあ当然壺取り返したいと聞いてるんで、ここですね、例えばまあ C が訴訟継続中に壺を処分すると執行ができなくなっちゃうんで、まあ保全。でそれに対して、いや今訴えの話だから保全は後でみたいな。もうそうなっちゃうともう思い浮かばないわけですよ、こっちは。他に何って言われてもですね。というわけでここでようやくですねこの人言ってくれるんですよ、壺回収できなかったらどうするのみたいな。もうこっちはこの時点でもうパニックになってますんで、そうするとこれ代わりに金銭請求する代償請求と。というわけで結構ですね面接官といいますかね、主査によってちょくちょくは進め方といいますかね、会話の持っていく方がちょっとあんまりうまくない人もちょくちょくいますんで、そういう時はもうなんとかですね聞かれたことに答えるか、あるいはもうなんか、ちょっと思い浮かびませんとかですね、なんかもうなんか言ってちょっともう助け舟出してもらうとか、そういうふうにするしかないですね。で、あんまり今回良くなかったなって思うのがここですね。なんだっけってところちょっと沈黙になっちゃったんですよ。で沈黙の時間もどんどん試験時間過ぎちゃってますん でそうすると本来予定してる質問がなせれないわけですよね。なのでちょっと考えて分かんなかったらちょっとどういうことでしょうかって聞いたりとかした方がいいです。で実際ですねこれなんで私ちょっと失敗してるかって言いますと、とかで、まあ、ちょっと沈黙とか、あとここもですね右の方のページで他にはとかですね、ちょっと沈黙長かったんですよ。
で、そうするとですね、それちょっと繰り返しちゃったんで、今回私ですね、この年度で予定されている質問が、2つぐらいすっ飛んでるんですよね。本来ここ聞かれることが予想されたものが聞かれてないです、私には。というわけで、ちょっとこれが失敗です。で、ただし、誘導はですね、これ相当手厚いです。なので、もうとにかく困ったらですね、もうなんか誘導してくれというふうなアピールをした方がいいです。したら最低限点数をくれるんで、ちょこっと、即答よりは少し落ちますけどね。で、どんぐらいすごかったかって言いますと、ここですね、代償請求の訴訟物はって聞かれて、で、もうこれ、私もこの時パニックになってますんで、不当利得の返還請求みたいなことを言い始めるんですけども、ここでクエスチョンマークで、不当利得って言われたんですよね。で、それでもちょっとなんか一瞬こう、うんってこう、言い淀んでいたらですね、不当利得じゃなく、主査がですよ、主査が、不当利得じゃなくて、不法とか言い始めるんですよ。そしたらもう、不と法から始まる請求って言ったら、もう不法行為しかないじゃないですか。っていうぐらいですね、なんか割と誘導はですね、こう、緩いと言いますか。まあ、だからこそあれですよね、なんかこう9割5分ぐらい、まあ、受かるんですけども。まあ、というわけで、まあ、迷ったら沈黙じゃなくて、すいませんとかですね、ちょっとどういうことですかねとか、まあ、誘導を求めるっていうのが一番いい方法です。まあ、大体そんな感じですかね。あとはまあこの訴訟物聞かれて、で、じゃあ併合形態何とかですね、まあ、ずっと聞かれた後で、あとですね、ちょっと今年の、平成26年の、26年の場合ですね、この場合は放送倫理はこれ聞かれてないですね。で、ただし、これはもうあれです、みんなに聞かれてないんであって、これ私だけじゃないんですけども、あとこの場合ですね、例年は放送倫理とかも聞かれますんで、その準備もちゃんとしといた方がいいです。まあ、皆さん論文の時やりますよね。弁護士法と、あと職務倫理規定、例えばなんか利益相反やっちゃいけないとか、あとこうなんかいろいろありますよね。そこのところは十分注意をしてください。で、あとは、民事についてでも、6法ですね、これをちゃんと参照しながら答えさせる問題あります。まあ、一番最後、まあ、ちょっとまた講義終わった後は見てほしいんですけども、例えばこことかですよね、一番最後のページ、6法参照してもよろしいでしょうかというところで、で、はい、どうぞと言われてから6法を見て、で、まあ、基本的にはあれです、条文さえ知ってればサクッと答えられる問題意外と多いです。というわけで、まあ、大体聞かれること分かりましたかね。というわけで、まずですね、皆さんやるべきこととしましては、民事の場合ですと、民法の典型論点、実態法の典型論点ですね、それと、あと民訴の手続き、あとは条文素読、この3つの順番、これ有効です。特に手続き系ですね。あとは、今の話をした上で、慣れが必要なんで、ちゃんとですね、口述、そこの面接といいますかね、模擬面接ぐらいは、ちゃんと受けてください。で、まあ、どうしても自信がなければ、まあ、私がですね、口述徹底対策としまして、口述試験で、こんなふうなことを聞かれるとか、あと、こういうふうな知識、今言いましたよね、実態法が、だいたいこんなふうなものを聞かれて、手続きこうでとか。そうだ、知識について、3時間でもう全部まとめてしまって、とりあえずこんだけやっとけばもう絶対受かるからってやつをですね、あとはもう緊張さえしなければ大丈夫ってやつをやりますんで、自信がない方は、こういうものをやって、まあ、それでですね、
工場作りに臨んでください。はい、じゃあ以上で、ちょうど3時になりましたんで、私からは以上です。どうもお疲れ様でした。